はい、皆さんこんにちは、池田です。今日はですね、コーヒーライドレベル4として、ちょっとコーヒーをですね、飲みに行こうかなと思っております。で、コーヒーを飲みに行く場所を今回は変えていこうかな。なんで、前回はですね、コーヒーを自分で作るというのを海辺でやってみたんですけども、今日はですね、作らずにもう勝手に飲む。ただ場所を行きづらいところにちょっと行こうかなと。なんでちょっとレベルが上がるというふうにちょっと考えて、やってみようかなと思います。で、到着する前にですね、ちょっとコーヒー豆もどこかでですね入手して、自宅で使うやつが切れたんでですね、買っていこうかなと思います。では、今日も行ってみます。ここは開けてすごい走りやすい場所ですね。今この廿日市という場所の方に向かって行ってるんですが、結構新しい街が多くて道が非常に広いです。で、人も少ないんで、もうこういう道非常にいいですね。自転車にとっては最高の、お道でございます。はい、ちょっと民家の住宅街に入ってきました。田んぼがこうあったりですね、向こうに山が見えたりする非常にいい場所なんですけど、ここに結構僕が好きな、豆屋さんがあるんですよ。もう本当にいきなりこうプッと現れるんで、最初はですねどこにあるのか分かんなかったんですけども、で、今日はですねそこにちょっと立ち寄って、豆を入手して、まあ今日は豆使わないんですけど、で、景色のいい場所に行くという形で行こうと思います。ですね、道間違えたですね。ここら辺にあると思ったんですけど、どうやら間違えたようです。ちょっと、近くのとこまで行っ、どこやろ、ちょっと戻ります。よいしょ、ここら辺ちょっとだけ入り組んでて、また道を、おー、危ねえ、水に落ちるとこあった。道を間違えたんで、走ってたらまた道を間違えて細いところに来てしまいました。生活路、お、猫ちゃんですね。よいしょよいしょ、確かこの辺りやったと思うんですけどね。どこやったっけな。いやー、ありました、道を2本ほど間違えてました。今日やってるかな。豆到着。よっこらちょっと。ほら、廿日市に焙煎所があるんですよ。ここです。よいしょ。ビーンズって書いてますね。ではちょっと豆買ってきます。はい。豆買ってきました。コーヒー豆。今回はですね、ブラジルのサントスナンバー2っていうやつを買ってみました。なんか普段浅入りとかですね、深入りとか、こう上か下かみたいなんで選んでたんですけど、今回はもう中の中というど真ん中で、ちょっとやってみました。またこれ飲んでみて、外でですねコーヒー飲みに行ってコリコリ、ミルするときに使ってみようかなと、まあ家でも使おうかなと思っています。で、なんかちょうどたまたまですね、話をしてたら、なんか広島の木工職人さんとなんか話がですねつながって、手作りでこう作るような家具とかやってる方がいらっしゃって、すごい興味をそそられて今 話に夢中になってたっていうところです。だいたい結構いましたね、1時間ぐらいいた。はい、ということで、今からですね、また気を改めて、登っていこうかと思います。そう、今日は登っていくんですよ。登っていく、まだ1メーターも上に行ってないんで、そろそろ出発します。はい。いやー、今日寒いと思って結構着込んできたんですけど、あ、鳥がいますね、あそこ。なんか餌をついばんでおります。わかんないですけどね、動画だと。結構暑くなってきました。
よいしょ。で、山1個越えまして、今そのちょうど一番上の峠によいしょやってきたというところですね。やっぱりこの自然の中を走るのは気持ちがいいですね。街中ももちろんいいんですが、この緑の中走る方がやっぱり僕には向いているようです。よーし、着いた。ここが山頂というか峠。ここから下ります。あれ、なんかええ道があるっすね。なんじゃろうこれ。まあこれは次回は土石に行こう。よいしょよいしょ。いや暑いな。登りはこんな感じで登っております。よいしょ。よいしょよいしょ。今日はまあ、大シャンサー目線でこんな感じでいつも走ってるんですけど、着込みすぎてですね、だいぶ今暑いですね。太陽がこう昇ってきてるんですけど、ちょっと脱ごうかなと思ってるところです。ウィンドブレーカーだと暑いですね。この季節ちょっと体温の調節が難しいですなと思います。はい、ではもうちょっと上がってみます。だいぶ景色が良くなってきましたんで、よいしょ、行きましょう。さあ来てますよ、ドカーンと。今こんなところです。だいぶ上がってきたんじゃないですか。向こうの方には瀬戸内がちょろっと見えてる感じですね。あのこの辺り、あっちが宮島、あっちが呉の方ですね。呉という場所まで今上がってきています。いや今日はボトルに水をちょこっと入れて、あとはもう何も持ってきてないんで、食べ物といえばさっき買ったあのコーヒー豆というぐらいですね。よし、ではもうちょっとこっちの方にですね行ってみます。さあ何があるでしょうか。はい、それではちょっと到着しました。実はですね、ここはサービスエリアになります。で、そこからですね、実はそのサービスエリアの中にコーヒー屋さんがあるので、そこまで行くという感じです。自転車は、まあ、ここにちょっと止めていくという感じですね。よいしょ。で、どこのサービスエリアかというと宮島なんですね。で、よく高速道路のサービスエリアって後ろから入れるようになってて、意外とこう地元の人も食べに来てたりするっていう場所になります。なんでここ入ったらもう駐車場ですね。コインパーキングエリアになります。よいしょ。なんでこういう感じで最初広島に来た時ですね、どっかいいところないかなと思って、探して歩いとったんですけど、そんな時にあここいいやんと思って、見つけたのが、最初という感じですね。なんでだいぶ前になるんですけど、自転車仲間と一緒に、ここまでですね上がってきて、まあ、コーヒーでも飲んで帰ろうやみたいなのをやってましたね。それが一番最初のコーヒーライドやったんかもしれないなと、今になって思います。よいしょ。こんな感じですね。もう本当に宮島サービスエリアの中を歩いてるというところです。で、真正面にですね見えてきたのがコーヒー屋さん、もうかの有名なスターバックスコーヒーですね。あ、このメロンパンすげえ美味しいですではちょっとスタバに行ってですねコーヒーを買ってこようと思います。よいしょしょと、スターバックスで、こっちはですね
だいぶ開けてるんですよ。なんで実はここ奥に鳥居があって、あっからの景色も最高で、その鳥居のさらに奥には実は宮島があるっていう、結構な穴場なんですよ。なんで僕ここすごい好きです。はい、到着しました。ちょっと買ってきます。はい、コーヒー買ってきました。スターバックスラテのトールですね。ちょっとうまもう登る時にもう喉が渇いて渇いてしょうがなかったですね。ようやくコーヒーを手に入れました。これでコーヒー一応ライドの、目標のこう飲むというのを達成しているという感じですね。うん、うまい。で、ここすごい景色がいいんで、一回ですねどんなところかというのをご案内しようと思いまして、こちらです。ドン。こんな鳥居をですね真正面に捉えてズンズンと進んでいくという感じですね。このまま歩いてみましょう。どんぐりがここもすごい落ちてますね。このこっちもあっちも今日はまた一層と美しいです。美しい空がもうスカーンと晴れていいですね。鳥居をくぐって、あの正面が宮島という感じですね。こっちの方かな。いやーすごいね。はい、着きました。あっちが、瀬戸内で、あっちが宮島だから本当に何ここの鳥居とギュンと真正面に宮島っていう、実はこっちにもあの鳥居があるんですね。で今確か宮島の鳥居って改修工事が進んでて、パッと見れないんですよ。カバーされとってですね。なんでまあ宮島行ったけど見れなかったっていう時はこっちを見に来るのもありかなと思います。はい、ではちょっと机に座りに行きます。机というかテーブルがあるんで、ここでちょっとのんびりしようかなと思います。よっしょっしょっしょ。いやーよっからちょっとやっと着いたぜ。鳥居なんか紆余曲折あったけど、なんとかなんとかここに到着することができましたと。よいしょ。でこれが今回のスターバックスコーヒーです。よいしょ。では向こうのいい景色を見ながら飲もうかなと思います。美味しいね。やっぱりこう高い場所から見る景色っていうのはこうコーヒーの美味しさを増すんですけど、やっぱりこういうところまで来ようとするとですね、用品揃えてなんであれしてっていうのはしんどいところがあるので、辛いところがあるので、やっぱりこうサイクリングの方にこう最初はですね注力して、コーヒーはもう上で買っちゃう、用意しちゃうっていうのが変かなと思います。ここはたまたまスタバがあったんで、缶コーヒーとかではなくてもそのまで入れてもらったやつ飲んでるんですけど、美味しい。おすげえいいいやなんでどっか今からこう天気がいいときは近くに山があればですね、山登ればいいんですけど、ない場合はやっぱりこう海とか平地とかで広い公園とかがいいかなと思いました。はい、ではですね今回は、コーヒーライドレベル4ということで、場所を変えてですね、ちょっと高い位置で、までやっていきました。ではまた、着替えて続けて他のところにも行ってみようと思います。では、今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。さてそしたらこれをやろうかな。これ何かというと
ちょっとリモートワークっていうんですか。ちょっと文章書こうかなと思って、実は PC も持ってきてたっていうことです。ではコーヒーライドレベル4、これで終わります。どうも失礼します。アウトドアワークですね。